エミリー、来たよ。君を映画に誘うよ。頑張れ、ショーン。アウチ。エミリー、映画に行ってくれなきゃ僕の心は壊れるよ。行くわ。エミリー、どうして？終わりだ。付き合えない。チャンスを逃した。変な音は何？屋根裏から聞こえる。見に行こう。ああ、ガラクタがたくさん。あれは何？モテる講座？古そうな本。は？ああ、ほこりっぽい。ほっとこう。このほこりが特別だと、ショーンはまだ知りません。はい、かわいこちゃん。あれは何？運命の恋人だ。ここにいるぞ。うわ、なんてことを？なに今の？どうしてあんなことを？信じられない。愛なんだよ。エミリーに謝らないと。今日は本当に申し訳ない。許してくれるといいけど。太宰、くだらない。6時に待ってる。ノートは言わせないよ。ああ、え、まずい、どうしよう。デートはキャンセルできない。歯磨きだ。急ごう。髪を整えて。 T シャツ、着替えよう。どっちのシャツにしよう。これだ。よし。あー、ひどいな。直してやる。よくなった。二頭筋を出していこう。ラッキーガールはどこ？エミリー、今行くよ。うわぁ、シャツだ。どう？やあ、花を。すぐに水につけなきゃ。そうね。注文の品です。エミリー、これまでのこと謝るよ。僕じゃないんだ。どうしてこうなったのかわからないんだ。困ってて。オッケー、行かなきゃ。行かないで、エミリー。ああ、終わりだ。犬め、気をつけろ。お前のせいだ。誰が一番か覚えとけ。フルフル、逃げよう。待て、逃げられないぞ。ここはどこ？どうやって帰ったの？何が起こったんだ？レストランで暴力事件が起こりました。攻撃的な客が犬を襲いました。飼い主はペットを守りました。心配ですね。こんな状況でレストランに行くのは不安ですね。犬嫌いの男はどこへ？次はどこが狙われるのでしょう。警察だ。逮捕される。ふうふう、危ない。エミリー、見せられない。
写真を撮ろう。気づかれないといいけど。あの男は何をしようとしてる？エミリーを助けなきゃ。でもどうやって？あ、気をつけろよ。どうしたんだ？俺の力を思い知れ、誰も助けないぞ。行くわね。落ち着けよ。あれ？これが欲しいのか？あれはなんだ？バイ、少し休め。ああ、エミリー素敵だ。誰がいいかな？ぴょん。吐いて。わかわー、ありがとうございます。でも何を書くの？勉強してないのに。なぜ勉強するんだ？わかってる。どうだ、俺って天才悟ったぞ。すごいな。ノーベル賞が取れる。もういいだろう、終わった。ひどいな、F だ。 F？ これが F だ。なんなんだ、なんとかしなきゃ。ありがとう。保証かな。ダメだ、この前はひどかった。ケチャップだ。もっと。ああ、覚えてる。エミリーを奪ったやつだ。なんだ？なぜスパゲティが？おい、やめろ。うん、うまい。何するんだ？あれ？何もしてないよ。テストをやってて。すぐ戻るよ。くしゃみが出そう。やばい、止まれ。ふう、くしゃみを止めなきゃ。これで大丈夫。なんだ？テスト中止、パーティーだ。よし、メキシカンパーティーだ。みんな踊るぞ。Amigo, さあ。パーティーは大盛況。何事だ？先生だ。うん、ラテ音楽最高。みんな楽しんでいます。どうしたらいいの？わからないよ。ジョン、パーティーありがとう。楽しかったわ。またね。え？気に入ったの？動画いかがでしたか？コメント欄でどっちが好きか教えてください。マッチョなショーン、チャイナショーン？ウーフーの愉快な新しい動画を見逃さないようチャンネル登録して、いいねとベルをクリックするのをお忘れなく。